3D プリントで作ってみた中国の卓球ラケット透明彩色バージョン。発注した 3D モデルを開封していきます。ラケットのグリップ、製品ロゴプレート、ラケットのブレード部分、並べるとこんな感じです。完成イメージはこんな感じです。樹脂の透明度は高く、寸法精度も正確です。 3D プリントは JLCPCB の 3D プリントサービスを利用しました。発注から 3D プリンティングを選択し、用意した 3D ファイルをアップロードするだけで簡単です。レジン、ナイロン、ABS、透明、フルカラー、そして金属など様々な素材から選択ができます。日本語サイトもありますので、英語が苦手な方でも大丈夫です。同様の方法で発注してみてください。JLCPCB の 3D プリントサービスの詳細は概要欄にリンクを記載しておきます。ブレードに製品名を刻印します。なお、レーザーの火力とスピードの調整を誤ってしまい、焦げ焦げの仕上がりになってしまいました。ひとまず先に進みます。各パーツの塗装準備をします。パーツを塗装していきます。3枚のブレードを1枚に接合します。透明度の高いエポキシ系の接着剤を使用しました。刻印があるので上下正しく貼り付けます。反対側も貼り付けます。乾くまでクランプで挟んでおきます。グリップ裏面のグラフィックをレーザー刻印します。無事レーザー刻印ができました。色違いに塗装したグリップを接着します。位置がずれないよう外側からテープで固定します。
裏面から接着剤を塗ります。乾くまで輪ゴムも使って固定します。圧着したブレードを取り出します。接合したブレードが出来上がりました。中心材にクリアイエローを塗装したので木材のような雰囲気が出てくれました。グリップにつけた輪ゴムとテープを剥がします。グリップとブレードを接着します。グリップとブレードを接着できました。乾くまで輪ゴムとテープで固定しておきます。グリップ位置を揃えて、輪ゴムとテープを増やしていきます。製品ロゴを印刷します。指定された形にカットします。製品ロゴの準備ができました。グリップの輪ゴムとテープを取ります。製品ロゴを貼り付けます。透明のプレートを上から取り付けます。接着剤が乾くまでテープで固定します。もう一つの製品ロゴを貼り付けます。上から透明プレートを取り付けます。
テープを剥がしたら完成です。3D プリント製の中国卓球ラケット透明彩色バージョンが完成しました。重量は 158g、 一般的なラケットより倍近い重さです。卓球ラバーを貼り付けて実際にプレイしてみます。総重量は 262g、 一般的な重さより 80-100g は重いです。というわけで卓球マシンで打ってみました。結構使いやすい。安定してコートに入ります。外注で 3D プリント簡単で楽しいよ。よかったら試してみてね。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。アマネデザインでは 3D プリントによるデザイン造形研究の動画を配信していますので、動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。